鎮痛,鎮痛剤、鎮痛剤、鎮痛剤、とは、痛みに対する鎮痛作用を有する、医薬品の総称。候補で痛み止め、感覚をなくす、麻酔薬とは区別される。鎮痛剤は、中枢神経系、末梢神経に対し様々な基準で作用する。鎮痛剤の主なものに、アセトアミノフェン、国際一般名パラセタモールや、サリチル酸、アセチルサリチル酸、アスピリン、 イブプロフェン、ロキソプロフェンのようなヒステロイド性抗炎症薬、エンセ説、モルヒネやトラマドールのようなオピオイドが含まれる。鎮痛剤は痛みの種類によって選択され、神経元性疼痛では、酸関係抗うつ薬や抗転換薬など、鎮痛薬に分類されていないものが使用されることがある。スナリーとして知られる、デュロキセチン、サインバルタは、 頭痛の適用が承認されている。鎮痛剤を意味する英語、アナルジズイックは、ギリシャ語で、なしで、を意味する、アンマイナスと、痛みを意味するアルジャの構成語である。あるいは、英語圏では、口語的に痛み止め、ペインキラーと呼ばれる。アセトアミノフェン、国際一般名パラセタモールの正確な作用基準は、わかっていない。しかし、 中枢神経に働きかけているということは伺える。アセチルサリチル酸などヒステロイド性抗炎症薬はシクロオキシゲナーゼの作用を阻害し炎症のメディエーターであるプロスタグランジンの生成量を減少させる。アセトアミノフェンとオピオイドとは対照的にこの作用が痛みさらには炎症を抑える。アセトアミノフェンは低頻度で低用量であれば 安全とみなされるが、そうでない場合、致命的な肝機能障害を引き起こす、可能性がある。エンセズには、ジクルフェナク、ロキソプロフェン、フェルビナク、フルルビプロフェンも挙げられる。エンセズは、消化性潰瘍、腎不全、アレルギー反応、また高容量で耳鳴りを引き起こすことがある。また、血小板の機能にも影響を与えるので出血の、危険性が増す、可能性がある。 ウイルス性疾患にかかった16歳以下の子供に対するエンセズの使用は、大小抗群を引き起こすことがある。COX-2 阻害剤は、エンセイドから派生している。1990年代以降注目を集めた。エンセズは、シクロオキシゲナーゼという酵素の少なくとも2つのアイソザイムを阻害することが分かっており、それは COX-1。1 COX-2 である。研究によって、エンセズの副作用のほとんどは COX-1 を遮断することによって起きており、COX-2 は炎症作用に関わっていることが分かった。エンセズは一般的に COX-1 と COX-2 の両方の働きを阻害する。このため COX-2 のみを 選択的に阻害する薬剤を作れば、胃痛などの副作用のない優れた消炎鎮痛剤になると考えられた。ロフェコキシブやセレコキシブなど、これに分類される薬品は、炎せずと等しい鎮痛効果を持ちながら、消化管の出血が起こりにくいとされ、ベストセラーとなった。しかし発売後のデータ分析によって、消化管出血は起こりにくいものの心疾患の 確率が上昇することが分かり、ロフェコキシブは市場から回収された。これがロフェコキシブのみのことなのか、COX- に阻害剤全体に共通する副作用であるのか、現在議論されているところである。モルヒネは典型的なオピオイドであり、他に様々な薬物、コデインオキシコドンヒドロコドンペチジンはすべて脳のオピオイド需要体に、 同じように影響を及ぼす。ブプレノルフィンはオピオイド需要体のであると考えられ、またトラマドールはセロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害作用を持つ。オピオイドの投与は、錯乱、呼吸抑制、ミオクローヌス、縮動を引き起こすことがあるため、その副用量は制限されるべきである。オピオイドは効果的な鎮痛効果をもたらすが、一方で不快な副作用をもたらす。 可能性がある。モルヒネの投与の開始時には、3人に1人には、吐き気や、嘔吐の症状が現れる。一般的に生徒剤を用いる。創養症、かゆみが生じた場合には、別のオピオイドに変更する場合がある。便秘は、オピオイドの投与を受けた患者のほぼ全てに起こる、症状である。便秘に対しては、ラクツロースマクロゴールガン有罪。 c o o を断され今などの薬剤が一様に用いられる。依存や体制の危険性や不快な副作用があるため、これらが少ないオピオイドの研究が行われている。副容量を減らす場合には、離脱症状が起こらないように配慮する必要がある。慢性的もしくは、神経元性疼痛による痛みを持つ患者においては、他の薬剤が鎮痛作用を用いる。 三関係抗うつ剤、特にアミトリプチリンは、中枢神経に起因する痛みを改善することが分かってきいる。カルガマゼピンやガバペンチン、またプレガバリンの正確な基準は明確になっていない。しかし、これら抗転換薬は、神経元性疼痛を改善するのにクラカ効果がある。鎮痛剤はよく併用される。例えば、処方箋の不要な一般医薬品に、 パラセタモールとコデインの併用はよく見られる。鎮痛剤の組み合わせは、プソイドエフェドリンのような血管収縮剤と合わせ、腫れ物の治療に用いたり、コーヒスタミン剤と合わせて、アレルギー患者の治療に用いられる。パラセタモールアスピリンイブプロフェンナプロキセンなどの、エンセズは、弱虫、オピエート、ヒドロコドンまでとの併用によって、 複数部位に作用し有益な相乗作用を示すが、一部の組み合わせは、単剤で用いられるよりも効果がない。また、薬物相互作用による重大な副作用につながることがある。局所の鎮痛薬は、一般的には、全身性の副作用を避けるために推奨される。例えば、関節の痛みに対しては、ビブプルフェンか、ジクルフェナクガンジェルが用いられる。また、 カプサイシンも極部に用いられる。リドカインとステロイドは、より長期間の鎮痛ために、関節に注射されるかもしれない。リドカインは、口腔内の傷の痛みの鎮痛、あまり多くはないが、医学的な治療、歯科治療のための局所麻酔に用いられる。テトラヒドロカンナビノールや他のカンナビノイドには、タイマに由来するかあるいは合成によって作られ、鎮痛作用がある。 アメリカ大陸やヨーロッパでは利用できる箇所が増えているが、それ以外の国では違法薬物とみなされる。その他の抗生神薬には、ムラ受容体拮抗薬であるケタミニア、クロニジン、アルファニアドレナリン受容体拮抗薬であるメキシレチン、その他の局所麻酔類似物がある。オルフェナドリンシクロベンザプリンスコポラミンアトロピン、ニュートリンなど、第一世代の抗うつ薬。 抗コ,コリン薬、抗転換薬は、オピオイドのような、主に働く、鎮痛剤の作用を増強するために多く用いられる。この併用には、副交換神経系に、働きかけで、神経障害に起因する頭痛の改善、他の鎮痛剤の作用が調整できるなどの利点がある。デキストロメトルファンは、 オピオイドに対する耐性の形成を遅らせて、ムラ受容体に作用することによって、さらなる鎮痛効果をもたらすことが知られている。メサドンとケトベミドンと、おそらくピリトラミドのようないくつかの鎮痛剤の組み合わせは固有の無駄作用をもたらす。医薬品の副作用を改善し、さらなる利点をもたらす薬剤も多くある。例えば、オルフェナドリンを含む、コーヒスタミン剤は、 強い鎮痛剤によって引き起こされる、ヒスタミンの放出を抑える。メチルフェニデートカフェインエフェドリンアンフェタミンメタンフェタミン、コカインなどの精神刺激薬は、極度の鎮静作用を抑え、抗うつ薬と同様、痛みに苦しむ患者の気分を高揚させうる。テトラヒドロカンナビノール THC の明らかな作用の一つは、慢性的な痛みによって、オピオイドの投与を受けている患者に対する、 生徒作用である。マリノール製剤、蛍光、直腸、ハッシュオイルの蒸気吸入は、喫煙によって大麻を吸入するよりも効果的であり、これは多くの医師が大麻の喫煙を止めるように助言を行うことと同じ理由である。連用により薬物乱用頭痛を引き起こすことがある。近年のアメリカでは、オキシコドンやヒドロコドンなど、 オキシコドンアセトアミノフェンパラセタモールを複合的に配合したパーコセットとは対照的な単一成分の処方薬による依存患者が増えている。単体のヒドロコドンはヨーロッパのいくつかの国で錠剤の医薬品として入手ができるのみである。依存をもたらすどころか、これら多くのコデインを含むパラセタモールジヒドロコデイン。 ヒドロコドンをキシコドンなどをアメリカで用いられる薬品は服用するものに深刻な肝障害の危険性を負わせる。冷水や冷媒によって抽出されるオピオイドは薬物乱用者、自己投薬者、合法的な薬の所持者にこれら問題が発生する可能性を減らす。アメリカで販売されているほとんどのヒドロコドンコデイン、ジヒドロコデインを含む咳止めシロップは 過剰摂取の危険性をはらんでいる。プロスタグランジンの先具体であるアラキドン酸、阻害作用を有する抗生物質のミノサイクリンは、神経障害性頭痛への鎮痛効果として、東京大学医学部附属病院で臨床試験の第一位象が行われている。動物研究においては、数多くの成果が示された。また、ミノサイクリンの鎮痛作用や、神経保護作用は、 エンドカンナビノイドシステムの関与が実証された。薬剤耐性菌を生む問題があり、感染症においても適正使用が言われ、感染症でもない状況での抗生物質の不適切使用は今められる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。